ここは一体どこでしょう。俺の世界にあったゲバル城とよく似ているな。それはどういう場所なのですか。クリミアとガリアという国の国境付近にあった城だ。なるほど、試練を与える場所としてここが選ばれたわけか。試練。敵だったデイン王国に追われていた俺と仲間たちはその城で包囲された。奴らとの戦力差は圧倒的で、脱出路は完全に断たれていた。しかも親父が死んで、俺は団長になったばかりだった。つまり俺が初めて大きな試練を迎えた場所というわけだ。そんなことが。その絶望的な状況でアイクはどうしたんですか。当然戦ったさ。大切な妹と仲間たちを守るために。あんたがもし同じ状況に立たされたらどうする。私も戦うと思います。誰も失いたくありませんから。そうだな、そうするだろう。だがここは試練の場だ。覚悟は口ではなく行動で示してみろ。試練。戦えというのですか、アイクと。ああ、この戦いを乗り越えれば俺たちの絆はさらに強いものとなるだろう。わかりました。でも負けませんよ。あなたを必ず乗り越えてみせます。その意気だ。さあ始めるぞ。さあ見せてみろ、あんたの力を。誇りを胸に。はい。いいね。味見をしたい。リズコじゃ。わかったわ。嬉しいな。やってやる。祈りましょう。大好き。頑張ります。えっ、やっ、宿女のたしなみでございます。ボチボコにしてやんぞ。お里が知れましたよ。ひっつい。やったー、世の勝ちじゃ。ほっ、やってやる。あっちゃ、せい、せい、じゃっ、盛り上がったな。
そろそろお別れだ。騎士のたしなみさ。集中しないと。僕と遊ぼう。次は仲良くしたいな。
ために。足元に珍しい虫が。
つわものは。経験は糧になる。攻撃ながら。はっ。それ。
儚いメインディッシュだ。アイクの指輪を守るのが私の使命だったのに、こうして向き合ってるのはなんだか不思議な感じだね。俺が相手だと戦いにくいか。そんなことないよ。どれだけ私が強くなったのか見てもらいたいから。いい返事だ。ならミスティナの全力を俺にぶつけてこい。攻めつながら使う。いい面構えだ。剣を交える前からあんたの気迫が伝わってくる。気持ちで負けていてアイクに勝てるはずありませんから。そこまで分かっているのならもう言うことはないな。全力で来い。俺も全力で答えよう。お先しぶてえな。はっ、うん、エンブレムエンゲージ。いつもと雰囲気が違うじゃないか、ホガート。さすがに俺も時と場合くらいはわきまえるさ。特にアイクが相手ともなればね。なるほど。だが負ける気はないようだな。もちろん。やるからには当然俺が勝たせてもらうよ。運命を変える。そこだ。行きな。まだだよ。こちらも焼きが甘い。やっ、戦うだった。見事だ。よくこの試練を乗り越えたな。ありがとうございます、アイク。これから先の戦いは今まで以上に激しく厳しいものになるだろう。くじけそうになることもあるだろうが、それでも平和をつかみ取るために進み続けるしかない。あんたたちの戦いに退路はないんだ。そうですね。私たちが引いたら世界は闇に包まれてしまう。ですが、そんな戦いを続けることができるのか、少し不安にも思うのです。心配するな。あんたの力は見せてもらった。それに、あんたには仲間や守るべき者たちがいるだろう。心が折れそうになった時はそのことを思い出せ。その絆があんたの心を奮い立たせてくれる。わかりました。その言葉を心に深く刻んでおきます。忘れそうになったらまた俺が思い出させてやるさ。そのためにも私の隣でいつも見守っていてくださいね。ああ、必ずあんたのそばにいる。ありがとう。これからもよろしくお願いします、アイク。ほう、そっか。あの、すまない。
どうも。ねえねえ、おお、いい？はい。それじゃあ。じゃあ、自警団の活動お疲れ様です。このぐらい朝飯前だよ。今日は人々の揉め事もなかったし、異形兵だってほとんど現れなかった。こんな日が毎日続いてくれればいいんだけどね。そうやって明るい笑顔で人々を守る姿がホガートが慕われる秘密なんですね。仲間としてあなたのことを頼もしく思います。そんな大げさな、さすがに照れちゃうよ。お、でもさ、そんなに褒めてくれるなら二人で食事でもどう？食事？神竜様と私的な会話もしてみたいんだよね。そう、好きな人のタイプとか。それはちょっと。人に言えない恥ずかしい願望でもいいよ。もっとダメです。ホガートの明るい性格は素晴らしいですが、その軽いところは問題ありだと思います。何事も気軽に行くのが一番だよ。軽くない俺なんて俺じゃないだろ。まあそうですね、軽くないホガートは想像がつきません。そこがあなたのいいところなのかもしれませんね。いいところに来てくださいました。神竜様に頼みがあるんです。頼み？今度俺が主催する食事会があるのですが、来賓として参加していただきたいのです。教会に集まる人々にとって神竜様は神様、来賓として参加していただけたら皆の励みになると思うのです。食事会ですか？具体的にはどんな会なのでしょう？かしこまった形ではなく、歌ったり踊ったりして楽しく過ごします。神竜様もご自由に楽しんでいただき、参加者の話に耳を傾けてくださればと。楽しそうですね。でも私が話を聞くだけで皆さんの励みになるのでしょうか？何をおっしゃいますやら、励みになりまくりますとも。現に俺なんて初めてお姿を生で拝見した際はもう感激のあまりお光が見えたほどです。はあ、光が。
取り乱しました。失礼。急なお誘いですので、すぐには返事をいただけなくても大丈夫です。ただ、主催するからには必ず記憶に残る食事会にしてみせますので。わかりました。検討してみますね。光栄です、神竜様。神竜様の瞳の色、トマトのようで素晴らしいですね。ああ、こちらはまだ熟す前の若いブルーベリーのようだ。それは私のことを褒めてくれているのでしょうか？もちろんです。トマトもブルーベリーも大自然が生み出した美の一つ。私は世界各国の料理に触れて育った料理人。いろいろなものを食材に例えてしまうのです。ああ、なんてうまそうな色だ。料理や食材を知り尽くしたボネが言うなら、きっととても誇らしいことなのですね。褒めてくださってありがとうございます。とんでもありません。美しいトマトとブルーベリーの瞳を見せていただき、ごちそうさまでした。ボネはすごいですね。世界各国の料理を知ってるなんて。この世界にはまだ私の知らない味がたくさんあります。いつか全ての味を知り、そこから新しい料理を生み出したいものです。ボネの生み出す新しい料理、私も楽しみです。うまい料理を作るためだったら何でもします。それが料理人というものですから。機嫌じゃないか姉さん。何かいいことでもあった？ううん、特別なことは何にもないよ。何にもないの？でもそんな幸せそうな顔を見たら、なんかわからないけど俺まで嬉しくなってきちゃうな。そう、よかった。でもそろそろ理由を教えてよ。どうしてニコニコしてるの？それはね、フォガートがいることが嬉しいからに決まってるじゃん。なんだよそれ。俺ならいつだっているのに。いつだっている？ううん、不正解。ソルムにいた時はお互いにお城を開けてることが多かったでしょ。特にフォガートはそう、ほとんどお城にいなかった。ああ、それは確かにそうだね。だからこういう大変な時だけど、毎日フォガートに会えるのは嬉しいんだよね。前向きな考え方だな姉さんは。戦の最中だっていうのに実の弟に会えるから嬉しいだなんてさ。ダメかな？うん、弟としてこれほど幸せなことはない。ありがとう姉さん。どうしたのメリン、ぼーっとしちゃって。これは我が姫、失礼した。少し考え事をしていてね。考え事？姫と出会った時のことを思い出していたんだ。あ、家督を継ぎたくないって家出してた時のこと？うん、そうだよ。幼い頃から騎士になりたいと思っていたのに、僕は次期村長になることが決まっていた。その理不尽さに嫌気がさし、村を飛び出した時の話だ。メリンは昔からおてんばだったのね。いや、僕なんかおてんばのうちに入らないさ。僕が村を飛び出し、行くあてもなく放浪を続けて、そんな時だよ。狼に乗った本物のおてんばに出会ったのは私のことかな。野党の集団をたった一人で相手していたね。おてんばという表現は控えめかもしれない。そこにメリンが加勢してくれたんだよね。忘れられない出会いだよ。僕もさ、あの時姫に出会っていなかったら僕はここにいない。はあ、楽しかった。久しぶり
やはり狼に乗って爆走するのは最高ですわね。昔はよく夜中にこうやって二人で狼に乗って爆走できたのにね。仕方ありませんわ、今は戦の最中ですから。でもさ、パネトネって昔に比べると丸くなったよね。な、何を急に言い出すのですか。だってパネトネと初めて会った時はさ、野刀を木に縛り付けて狼の餌にしようとしてたじゃない。脅しですわよ、本気で食べさせようとしてたわけじゃありません。それに言葉遣いだって昔は。いい度胸だ、表に出やがれ雑魚どもが、って感じだったし。やめてくださいですわ、昔の私のモノマネは。私は昔のパネトネも今のパネトネもどっちも好きだけどな。まったくもう困った姫様ですこと。いやー今日もお疲れ、なかなか厄介な敵だったな。うん、まったくだよ。そんじゃこの疲れを取るために夜は宴に繰り出すとすっか。え、どうした。ごめんパンドロ、今日の宴は遠慮しておくよ。え、いやいやいや嘘だろ、フォガートが宴を断るなんて変だぜ。体調でも悪いんじゃねえか、変なもんでも食ったろ。なんてね、冗談だよ、俺が断るわけないだろ。なんだよびっくりしたぜ。すまない、パンドロの驚いた顔が見たくてね。まったくやめてくれよ、心臓に悪いだろ。ところで今度また懺悔を聞いてもらえないか。なんだよ、俺を驚かせた懺悔でもするってのか。よくわからねえが、まあフォガートならいつでも歓迎だ。ありがとう、オンに切る。やあメリン、よく来てくれた。そこに座ってくれ。わざわざ呼び出してどうしたんだい。料理の新作を作った、お前に試食してもらいたい。新作？世界に平和が訪れたら実家の食堂を再建したいと思っている。その時のためにも暇を見ては新しい料理作りに励んでいるんだ。そうなんだ、すごいね。今日は鶏肉の煮込みを作ってみた。うわ本格的。なかなか手に入らない珍しい鶏肉を弱火で数日間煮込んだ。香辛料は多種多様なものを用いている。体を温める効果のものもあるから健康にもいい。さあ食べてみてくれ。うん、では試食させてもらうよ。いただきます。なんだこれは、鶏肉が溶けるように柔らかい。口の中に素朴な旨味が広がっていく。素材本来の味とでも言うのかな。香辛料たちは鶏肉の旨味の邪魔をせず互いに引き立て合って見事に共存している。味の表現がうまいな。ごちそうさま、すごいよボネ、とっても美味しかった。よかった、寝る間を惜しんで作った甲斐があった。協力に感謝するぞメリー。こちらこそ、素晴らしい料理をありがとう。あなたブシュロンね、今日から食事の配膳係になったラピスよ。同じく配膳係のブシュロンだ、よろしくな。手早く配膳を済ませてしまおう、みんなお腹を空かせて待っているからな。よいしょっと、牛乳はこれでいいな。え、ちょっと待って、
牛乳が多すぎるわ。多すぎる？ちょうど人数分のはずだぞ。あなたの目は節穴なの？こんなにあったらあと10日は飲めるわ。いやいやいや、今回の食事で全部なくなるぞ。そんなわけないわ。だってまずコップに牛乳を注ぐでしょ。そこに水を足して10倍に薄めて。ちょっと待った、なんで水で薄めるんだ？しかも10倍。牛乳って水で薄めて飲まないの？ストレートは体に悪いって聞いたけど。いや、そんな話は聞いたことないが。本気？冗談とかじゃなくて大真面目に言ってるの？あ、大真面目だ。そう、ならごめんね、私の勘違いだったみたい。どんな勘違いだ？その辺の木の枝とかゴミからいろんなものを作っちゃうんでしょ？そうだけど。よかった、これでやっと商売ができるわ。私はアンナさん、特技は薪を割ることと種誕生の行商人よ。はあ、アンナ。そんな水草、気軽にアンナさんと呼んでくれていいわ。早速だけどラピス、私と組みましょう。組む？待って、よく意味がわからないんだけど。あなたは私と組んで可愛い商品を作るの。それを私が売ってドカーンと大儲け。買ってくれたみんなも幸せ。いいでしょ？もちろんラピスにも十分な報酬を渡すわ。組まないなら泣いちゃうわよ。そんなことをいきなり言われても。そもそもどんな商品を作ればいいの？そうね、私は冬祭りの里の生まれだから、それっぽい商品がいいわ。冬祭りの里っぽい商品。物ができたら販売は私に任せてくれればいいから。はあ、何よその信用してない言い方を。こんな子供に売れるわけないとか思ったでしょ。大丈夫だから信じて。もし売れなかったら1億ゴールドあげる。だからお願い、力を貸して。わかったわ、どんな商品にすればいいかちょっと考えてみる。王女？そう、あたしがイルシオン王国第二王女、オルテンシアよ。僕に何かご用ですか？くっふっふー、風の噂を耳にしたのよ。あなたどうやらあたしのファンクラブの会長をしているらしいわね。何よその反応。この私がファンサービスしに来たのよ。もっと喜ぶべきでしょ。オルテンシア王女、勘違いをされているのでは？勘違い？その僕がファンクラブの会長をしているのは。そんなクランが会長をしているのは私じゃなくて自分の主君のファンクラブだったってこと？すみません、きっとどこかで話がすり替わってしまったのではないかと。とんだ赤っ端だわ。土にでも埋まりたい。こうなったらクランに命令よ。え？私のファンクラブも作りなさい。
むむむむむむ。どうされたんですか、オルテンシア王女。わかる、わかるわ。クロエには私に足りてない魅力がある。魅力？そう、それは母性。すべてを優しく包み込むような力。ずるいずるい。可愛さなら負けないけど、母性って何よ。そりゃ何年か経てば私にだって母性の一つや二つくらい生まれるに違いないわ。でも私は今負けてるのが嫌なの。ほう。ということでクロエ、これからはしばらく私と仲良くしなさい。あなたから母性という母性を引きずり出し、全て学んでものにしてみせるわ。よくわかりませんが構いませんよ。オルテンシア王女のような愛らしい方が私のことを慕ってくださるなんて光栄です。そう？急なお願いだったから嫌じゃなかった？割と一方的なあれだったし。全然構いませんよ。これからよろしくお願いしますね。なんだかすでにクロエの母性に包み込まれてる気がするわ。あの、オルテンシア王女。スタルーク王子、あなたから話しかけてくるとか珍しいわね。その、実はやっぱりいいです。何よそれ、すっごく気になるんだけど。いいからとりあえず話してみなさいよ。ほら早く。寝てほしいんです。声ちっちゃ。もっと大きな声で。あの、その自信のつけ方を教えてほしいんです。今度は声が大きい。まあいいわ。それどういうこと？オルテンシア王女はいつも自信満々ですごいなと思っていて、僕は自信がないので自信のつけ方を教えてもらえたら嬉しいです。なるほど、そういうことね。でも残念でした。そんなの教えてあげません。あなたがブロディアの王子じゃなかったら丁寧に優しく教えてあげたんだけどな。そうですよね。あら、ブロディアは何度もイルシオンに攻め込んでいますから。それに僕みたいなゴミのために貴重な時間を割くなんて無駄でしかないですし、僕はなんて傲慢なんだ。恥ずかしいです。すぐに消えますね。ちょっと待ちなさいよ。私そこまでは言ってないわよ。いいんです、どうか僕のことなどお気になさらずに。僕のような恥の塊はオルテンシア王女に二度と話しかけませんから。え、ちょっとスタルーク王子ったら。てっきり怒って突っかかってくると思ったのに。かわいそうなことしちゃったわ。仕方ないわ、次に会った時に協力してあげましょう。あなたの指輪はお父様の持っていたいわば形見の品なの。あなたにとっては複雑かもしれないけれど。そんなこと思わないわよ。あなたのお父さん、ハイヤシンス王は私のことを大事にしてくれたもの。